山本周五郎作、ひょう。月見山で電車を降りると、いつもひっそりしている道の上に、ざわざわと人の動くのが見えた。正蔵は別に気にも留めず、山手の方へ大股に登っていくと、空き地の角にある音楽家の住まいで、近所からバラ屋敷と呼ばれている、屋敷の門前にも音楽家の若い細君を中心に付近の婦人たちが四五人集まって何かひそひそ話している。正蔵はそのそばを通り過ぎるとき、音楽家の細君が宅では拳銃の弾丸を買いにやりましたと言っているのを聞いた。ただいま。庭先から挨拶しておいて、離れ屋になっている自分の部屋へ上がると、間もなく、甥の和正がやってきて、縁先から、おじさん、大変ですよ、と大声で呼んだ。どうした？あのね、須磨寺のヒョウが逃げたんです。人が二人、食べられましたって。ヒョウが逃げた？正蔵は何を言うかと思いながら、障子を開けて縁側へ出た。五歳になる和正は好奇と恐怖の錯雑した表情で、本当です、小田さんとこではペスを鎖でつないでしもうた。お帰りなさい。兄嫁の純子が母屋の縁先に立って懐で押したまま静かに声をかけた。正蔵は庭脇を突っかけて和正の肩に手を回しながら、母屋の方へ行った。お風呂へお入りなさい。まさちゃんは？僕もう入ってしもうた。行ってからそっと母の目を見つめて、もう一度入ったろか。低い声で言いながら舌を出した。そして純子のきつい目の来ない間に、何やらわめきながら隣との庭境の方へ駆け出した。正蔵の兄がアメリカで隠ししたのは2年前の夏であった。兄は X 汽船会社の支店長をしていたのだが、赴任して3年目に拳銃で自殺をしてしまったのだ。原因は金銭上の問題であるとも言うし、去る三流女優とのトラブルであったとも伝えられたが、結局のところ真相は知れずに終わった。兄嫁は兄の渡米と同時に横浜にあった住まいを神戸に移していた。表面の理由は本社が神戸にあるので、兄との通信に便利だということだったが、実は正蔵一家の白い目から、遠のきたかったのである。正蔵たちの父は初めから兄たちの結婚に反対であった上に、結婚後の二人の派手な生活がことごとに勘に触ったらしい。もともと兄は学生時代から贅沢好きで、タバコは葉巻に決めていたし、制服も四季それぞれ山崎に作らせなければ気に入らないようだった。今、正蔵が用いているネクタイなども、ほとんど大部分、兄のお下がりで、それも丸善から買ったのを、二度か三度、締めたきりでくれてしまうのだ。こうした兄の性格に、嫁でも取ったら、という望みをかけていた父は、兄に負けぬ派手好きな兄嫁の暮らしぶりを見て、和正の生まれる前すでに、正一の家とは付き合うな、と言わせてしまった。汽船会社の社員に父流の質素な生活を望むことは無理なのだ。ことに兄のようにトントン拍子の出世をするような者には、生活の贅沢さくらい何でもないはずなのだ。正蔵はいつもそう弁護をしていたが、そのトントン拍子の出世、ということを極端に軽蔑していた父の気持ちを和らげることはできなかった。今にキャツは身が詰まるぞ。その時が来たら
俺の言葉がわかるだろう。そう言っていた父の予言が不幸にも的中したのである。兄の死後半年目に父から嫁の離席のことが問題になった。当時まだ26で、和正を産んで以来驚くほど美しさを増していた純子は当然離席を承諾するものと思われていたが、和正の成人まではどんなことがあっても蔵の家を出ないと頑強に跳ねつけた。これは父にとって少なからずも意外だったらしい。蔵家の財産が欲しいのだろう。口では軽く冷笑していたが、心の中では老学者らしく嫁の態度を定寿の説と解釈したのであろう。それ以来嫁に対する感情が少しずつ溶けていった。一周忌の時に和正を連れて純子が上京してくると、この家へ一緒にならぬかと勧めた上、純子が承知しないのを見ると正蔵に神戸まで送っていけと命じた。正蔵が妻の家へ訪れたのはそれが最初で、二度目はこの春二週間ばかり。今度は夏からずっと、もう二月の滞在であった。暑くはありませんか？後ろで声がしたので正蔵は体を示しながら振り返った。兄嫁が微笑しながら流しの方へ入ってきた。暑かったら埋めさせましょう。ちょうどいいです。そう？と言って足を止めたが、まあ正蔵さん良い体だこと。肩なんか兄さんそっくりね。兄嫁の声に思いがけの杖のこもっているのを知って、正蔵は足裏まで赤くなるような気持ちを感じながら厚めの湯船の中へ身を沈めた。純子は探るような微笑を見せて、背中を流してあげましょうという、時々ズバッと意外なところで針を刺すようなことを言う兄嫁の性格は、その度にひどく正蔵を狼狽させた。今度の滞在にも最初の晩餐の食卓で、正蔵さんあなたお目付けでしょと笑いながら言った。いきなりそういうふうに人から切り込んで来られることに慣れていない正蔵は、お目付けという言葉をどう解釈するまでもなく赤くなってしまった。遠慮することないわ、兄さんのも時々流してあげたんです。大丈夫です、僕一人でやれます。純子はくくっと喉で笑った。バカねえ、一人で洗えるのは分かってますよ、子供じゃあるまいし。正蔵も仕方なく笑った。純子はそのまま風呂場を出て行った。夕食の前に着いた時、兵庫を逃げたんですってと聞くと、純子は興のなさそうな様子で、そうね、なんだかそんな話よと答えたきりだった。給仕していた女中は口を挟みたくてムズムズしていたが、純子の気性を知っているので口裏までこみ上げてくる饒舌欲を懸命に我慢している様子だった。和正はいつも先に食事をして子供部屋へやられる習慣だったので、もうその時は向こうの部屋で中働きのおよしと歌を歌って遊んでいたから、ひょうの話はそのままになってしまった。食事の後で応接間に使っている部屋へ行ってコーヒーをすすっているところへ、林家の和田という神戸で貿易商をやっている男がやってきた。頭の薄ハゲになった公職らしい四十男で、何かしら口実を見つけては接近し、嫌な目つきで人を見るというので、ひどく兄嫁は嫌っていた。奥さんご安心なさい、私がついていますから。和田は
窓の外から猟銃を見せながら気やすそうに声をかけた。純子はにこりともせずに新刊書のページをくりつつ、別に心配しておりませんのよと二べもなく答えた。その瞬間、正蔵はぐんと自分の愛情が兄嫁の方へ引きつけられるのを感じた。和田は相手の不愛想など気にも留めず、窓から覗き込むようにして下長にヒョウの逃げた顛末を話し出した。そのヒョウは正蔵も見たことがある。遊園地の檻の中に不敵な目をして動き回っている格好が、動物園の獣らしくない野生のままの凄さを持っていた。説明表ではそのヒョウがサイパンで捕獲されてから半年に満たぬもので、捕獲する時には土人が3名も噛まれたというようなことが記されてあったと思う。和田の話によると、昼の食事の時、食肉を持って檻の中へ入って行くと、どうした間違いか境の扉が開いていて、ヒョウはいきなり万人に飛びかかった。はっと思ったまま身がすくんで動けなくなった万人は、左肩を噛み砕かれそこへ倒れて気を失った。檻を出たヒョウは離宮道の方へ来て、そこでもう一人通行中の女中を噛んだ後、どこかへ姿を消してしまったのである。何しろ肉食獣やから山へ入るはずはないと思います。きっとこの辺をうろついているに違いありません。和田は猟銃をまさぐりながら、やがて自分の庭の方へ帰っていった。兄嫁は冷然と書物のページを食っていたが、しばらくして、正蔵さん、今夜はこっちへお泊まりなさい、と言った。怖いですか?と聞くと、笑いもせずに、あなたが怖いでしょうと思ってよ、と答えた。正蔵は、母屋の2階で寝た。あくる日、正蔵は日課にしている図書館行きをやめて家にいた。夕方ちょっと散歩に出たが、いつも閑散な住宅地の隅々までうそうそとした不安な動きがあって、人々の目も妙に落ち着きを失っていたし、しらじらとした道の上を吹き通る泉州の風も何か脅かすような冷え冷えとした肌触りを持っていた。夜になってから、例によって猟銃を持った和田がやってきて、1時間ばかり前に上今池の方で大きな番犬がヒョウのために噛み殺されたという話を伝えた。町の方では青年団や在郷軍人が招集されて、今夜は山狩りをするそうであるというと、純子が冷ややかな微笑で、和田さんも山狩り隊に加わったらよろしい、と皮肉を言った。いや、私はここ離れられませんのや。何しろ女房やガキがあるし、それに奥さんところやって、不用心で。うちは安心ですのよ。純子は平然と、正蔵さんがいますから、どうぞ私のところはお構いなく。和田はちらっと正蔵に横目をくれると、何やら口の中でくつぶやきながら、むっつりと庭を向こうへと歩み去った。気の毒ですよ、あんなにおっしゃっては。何が?せっかく好意を持って来てくれているのに、あれじゃあ曲がなさすぎますよ。純子はきつい目で正蔵を睨んだ。あなたは黙っていらっしゃい。あんな男に同情したりして、あなたにはまだわからないのよ。何がわからないんです?何もかもよ。純子は手の書物をつと
テーブルの上へ置いて、じっと空を見つめていたが、不意に正蔵の方へ向いて言った。正蔵さん、あなた兄さんがなぜ自殺なすったかご存知ですか？姉さんは？ほほ、純子は声だけで笑って、身をそらせながら大胆に足を組み、圧倒するような調子で言った。兄さんはね、カセウと問題を起こしたんです。ポルチュギスで、綺麗な人だったそうです。名は何と言ったかしら。忘れてしまったわ。年は25で小柄な、日本風のおとなしい娘だという話でした。肖像はそのまま、信じていいか悪いか、取り付けようのない気持ちだった。純子の表情は、日頃の静かさを少しも変えていなかったが、言葉の端々には隠しきれぬ心の動きが感じられる。信じないのね。いいわ。必要ならその女から来た手紙を見せてあげます。その女が兄さんの子供を産んだ時、嫌いした手紙を。肖像が驚いて顔を上げようとしたとき、近くで鈍い銃声が起こった。そして裏手の空き地の方をけたたましく、何やらわめきながら四五人の人たちの走りすぎる気配がした。さあ、寝ましょう。純子が静かに立ち上がった。姉さん。肖像は思い切った調子で、それ、本当ですか？兄さんが家政婦に子を産ませたという話。内緒よ、こんなこと。私どうかしてるのね、今夜。聞かないつもりでいてちょうだい。ね。返事をどうしたらいいか迷っていると、前より遠くで、また続けさまに二三発銃声がした。純子は扉から出て行きながら、肖像さん、今夜もこっちへ。お泊まんなさい、とつぶやくように言った。あくる日、肖像は図書館へ出かけて行った。兄の自殺の原因を初めて具体的に聞いて、肖像の気持ちはひどく動揺していた。父や親戚の反対を押し切って無理やり結婚をしたほど、姉を愛していた兄が3年そこそこの別居で、外の女に子を産ませたという。その他にもいろいろ複雑な事件が絡み合ったのであろうが、ついにはそのために自分を殺してしまったという。あの生活力の旺盛な、しかし立派な紳士であった兄が、肖像は人間の奥底に潜んでいる情熱の避けがたい力強さをはっきりと、身近に感じた。書物を借り出したが、それを開いてみる気力もなく、半日ぼんやり過ごした後で、図書館を出た肖像は、足の向くままに、港川へ出て食事をした後、ふらっと映画館へ入った。そしてわい雑な映画の動きに目を離しながら、幾時間かを過ごして、外へ出ると夜だった。それでもまだ家へ向かう気持ちにならないので、公園の闇を歩き回ってから山手通りの方まで行った。するとどうしたわけか、不意に兄嫁の声を聞きたいという欲望が、激しく肖像の胸をかき乱し始めた。まるで熱病のようだった。たった今、即座に、兄嫁の目に触れなければ、そのまま頭が狂ってしまうような気持ちだった。肖像は自動車を呼び止めて、須磨へ向かった。バラ屋敷で車を降りた時は、さすがに宣告の異常な情熱は冷えかかっていたが、玄関に兄嫁の顔を見ると、再び挨拶にも舌のもつれるほど、
どうにもならぬ愛着が盛り返してきて、相手の目を制止することができなかった。どうなさったの？こんなに遅くまで。純子はいぶかしげに正蔵の目を覗き込んだ。正蔵は思い切って兄嫁の目をひたと見つめたが、じきによそ向いて、僕今夜あっちで寝ます。と言うなり玄関を出て、離れ屋の方へ走るように立ち去った。何時ごろであったか、正蔵は静かに襖の開く音を聞いて目を覚ました。すると兄嫁が青白い顔をして立っているのを見つけた。どうしました？正蔵が驚いて起き上がると、純子は歪んだ微笑を見せながら、今、裏の方で妙な音がしたんです。ひょうが来たのじゃないかしらと思って。見てきましょうか。正蔵が立ち上がると純子は近寄ってきて、いえ、いいのよ。まさか、雨戸を破って入っても来ないでしょう。久しぶりで胸がドキッとしたら、すっかり目が冴えちゃって。正蔵は床を肩寄せて机の上のスタンドのカバーをのけようとした。すると純子が急いで正蔵の手を押さえながら、いいのよ、いいのよ、私すぐ帰るから、と言った。純子の手が触れた一瞬、その冷たい触覚が正蔵の脳へしびれるような感を与えた。正蔵は息を呑みながら本能的に身をよけた。それにもかかわらず、固く膨れた兄嫁の胸が、光をたたえた瞳が、張り切った丸みのある肩が、豊かな腰が、一時にぐんとのしかかってくるようなめまいを感じて、正蔵は低くあえいだ。外は風だった。庭先の松が音を立てている。裏の方では何か倒れたらしい。正蔵はその物音にはっと顔を上げた。ひょうじゃないでしょうね。大丈夫です。正蔵は上ずった声で言うと、とにかく見てきましょう。と立ち上がった。私も行きます。純子は低く言いながら、正蔵について廊下へ出た。廊下は暗かった。正蔵が先立って中ほどまで来ると、いきなり庭先でカラカラと激しく竹竿の倒れる音がした。正蔵さん。純子は低く叫びながら、左手でぎゅっと正蔵の手を握った。大丈夫です。正蔵はとっさに片手を、純子の背へ回した。あえぐような純子の息吹が、正蔵の表を覆った。むっとする香料の匂いと、濡れた女の唇が自分のを強く求めて動くのを感じた。おじさん、おじさん、庭先から、一正の呼ぶ声がする。正蔵はとっくに目を覚ましていたが、昨夜眠れずにいたので、熱を持った手足がだるく、返事をするのも気が重かった。おじさん、おじさん、一正は歌うように呼び続けている。正蔵はようやく身を起こして、縁先の雨戸を一枚開けた。澄み通った秋の空が寝不足の目に染みて痛い。母屋の方を見ると、披露宴に遠椅子を出して、膝の上へ書物を置いたまま、純子がこちらを見て、微笑していた。おじさんたら、なんだ。正蔵は純子の目をそらしながら、縁先にしゃがんで一正を見た。あのね、ひょうが殺されたんですよ。ほう、いつ？昨日、おじさんがお留守の間に、ねえ母様。正蔵はちらと母屋の方を見た。
純子は大きく見張った目で冷ややかな微笑みを浮かべながら、しばらく肖像を見つめた後、よそ向いた。僕、おやつをいただいていたんです。そうすると、村雨堂の方で鉄砲の音がしたんですよ。何かしらと思ってね、ヨシヤと一緒にお庭の方へ出ていると、ずいぶん経ってから和田さんのおじさんが来たんです。そして今そこで、雹を打ったって言うんです。肖像は、放心したように空を見上げた。一正は熱心にヨシヤと見に行った時の情景を語っていたが、肖像の耳にはまるで違った言葉が蘇ってきていた。裏で物音がしたんです。雹じゃないかしら。陰の深い兄嫁の声だ。それにしてはその時すでに彼女は数時間前に雹が松風村雨堂の付近で居倒されたことを知っていたはずではないか。肖像はおかんを感じたように唇をかみしめながら立って部屋へ戻った。そして撃ち殺された獣よりももっともっと身近に闇の廊下で自分の唇の上に押し合わされたものの方が雹の正体であったのだと知った。その日の午後、肖像は妻の家を立って東京へ帰った。